どうも、ハイチです。今回は告知です。久々に告知をさせてください。この度新しい本のこちら、中高生の悩みが軽くなるヒント集めましたという本を発売することとなりました。ありがとうございます。夢叶った。ちなみに表紙めちゃめちゃ可愛くないですか？自画自賛ですいません。すごい気に入っててこの表紙で、ちなみにちょっと目次をチラ見していただこうかなと思うんですが、今回は勉強、人間関係、進路に分かれてですね、57の相談に答えていくという形で作りました。一つ一つの回答はかなりコンパクトになってますので、結構読みやすいものになってるかと思います。なので全部読んでほしいってもちろん願望はあるんですが、全部読んでというよりも皆さんが気になる相談の部分だけでも構いません。その部分だけでもピックアップして読んでもらえれば、そこにヒントがあると信じてますので、今日からかな、 Amazon のページ完成してますので、よかったらリンクの方から予約してみてください。最後にこの本に込めた思いを、著者として少し喋らせてください。今回タイトルも私が決めさせてもらいました。かなりわがまま言ってこれにしてほしいですって言ったんですね。で、本当は、出版社の方からすればもっと引きのあるワードの方がいいんだと思うんですよ。でもヒントを集めたっていう形にしたかったんです。っていうのも、私自分の学生時代を思い返した時に、結構意固地なタイプだったのもあると思うんですけど、人からこう例えば何かのね悩み相談をして、本とかでもいいんですが、解決策があったとしても、それが受け止めることによってすぐ解決できるっていうタイプじゃなかったんですよ。どちらかというと悩みってそんな簡単に解決するものではなくて、ヒントをもらってそれを自分の中でいろいろ試行錯誤していく中で解決していくものだと思ってるんです。つまり特効薬っていうのはすぐゲットできないと思ってるんですよ。だから今回も悩み解決しますっていうスタンスではなくて、ヒントが詰まってればいいなって、皆さんが読んでいただいて、そっかこういう考え方もあるんだ、ちょっと使ってみようって、それを皆さんが私生活の中で使っていく中で、ちょっとこうアレンジしながら、でもそれをこういうふうにやってったら少し気が楽になったなとか、人生がちょっと楽しくなったなとか、笑う時間が少し増えたなとか、そうなってほしいなと思って、今回ねこういったタイトルでこういった内容で作らせてもらいました。悩み相談だったりとか、こういったメンタルに関わる本を出版することに不安がなかったと言ったら、嘘になります。それは不安は確かにありました。でも私夢だったんですよね。参考書と、あと今回の悩み相談みたいに子どもたち直に思いみたいのを届けられる本、そして自助伝ですね。自助伝まだ叶ってないんですけど、でも夢だったので、それが今回叶えることができました。どういった方に刺さるのか、どういった方にどう受け取られるのかっていうのは、もちろん皆さんに手に取ってもらってからしかわからないんですけど、でも自分の中では本当に大満足というか、自分の思いをギュッギュッってこう詰め込んだものができたと。しかも可愛いイラストもね書いていただいたので、本当に大満足の大好きな本ができましたので、ぜひ気になる方は Amazon だったりとか書店さんの方でチェックしてみてください。ということで告知になりましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。よろしくお願いします。